高安の両親も見つめる土俵。場所初めて横綱を破り、昇進の目安を上回る3場所34勝とした高安。二所ノ関審判部長も横綱に勝ったのは大きいと評価、昇進に向けた議論を行うことになり、場所後の高安の大関昇進が確実になりました。